チャーハン。2021年上半期赤ちゃん名付けトレンドという形ですね。また謎の読めない名前たち取り上げていきたいと思います。いやー、またね、謎謎。日本っていうのは読み方がいっぱいあるじゃないですか、同じ漢字でも。だから同じ漢字の名前でも読み方がいっぱいあってめちゃややこしいということなんで、それちょっとね見ていきたいと思います。キラキラネームとかってよく言われるじゃないですか。英語圏とかだと、まあ読めない名前になるとかさ、まずは考えられないんですけど、日本は出てくるんですよね、こういうふうに読めない名前が。で、中国はどうなのかっていうと、中国はだから読みは基本的に一つしかないので、漢字にも。まあ例外はあるんですけど、だから、で読み方でキラキラネームっていうのはないんですよ。じゃあどういうのであるのかって言ったら、日常使われてない漢字を使うキラキラネームっていうのは中国にありますね。で、日本と同じように、なんか普通じゃないから、おぉ、かっこいいみたいにね、そういうのがあるって言ってました。ただ読めないんですけどね。じゃあ、はい、見てみます。1、この漢字。読み方はですね、春と、ひなと、ひなた、ひろと、あきとと読むそうです。基本的に男の名前なんだね、じゃあ。でも、ひなたって女の子の名前じゃないの？どうなの？両方使えるのかな？すごいね、この太陽のように。ショーですか。去年の上半期と比べると、ランク外から来たと。へぇ、大谷翔平の影響とか出そうだよね、これから。ショーって感じは増えるんじゃないかなと思います。次！なんだこれ？心桜？読み方。心、小春、ココナ、ココミ、ミオ。全然違うじゃん。ミサ、ミサって読むのこれ。シオ、ミラ、桜、桜。あ、心無視。しおり、しおん、みくら、みさき、みゆ、りお、こさき。そんなに読み方いっぱいあるの？すげえな、一個の感じで。まあ、女の子の名前なんですね。3位、りん。あ、これは昔からありますよね。りん、ぴ、科学。前回5位だったのからランクアップと。4位は、つむぎ。あ、つむぎもあるよね、昔からね。あ、1位だったんだ、前回は。続いて、いぶき。いぶき。男の子の名前なの？女の子の名前なの？わかんないですね。やっぱ中性的な名前もね、多いですよね。6位、はやて。あー、はいはい、いますね。そう、かける、はやと、はやった。あー、男の子の名前なんだね、じゃあ。7位、りょう、みお、れい。あー、りょうもね、女性、男性両方いますもんね。8位、また太陽の4ある。ココヤ、みはる、コノハ、コハル、みお。女の子の名前だって。でもここやってついてるから男の子なのかな、わかんないな。次はケイシン。へえ、宇佐美スバルさんのスバルについてるやつ。じゃあ葵はまあ昔からあるね、宮崎葵とかね。続いて12位、エマ。エマ、エマワトソンみたいな。はあ、13位、カズキ、エナリ。いや、でも漢字こんな感じなんだ。サク、ほんと？サクってあるの？まぁ、ちょっとね、某バンドの、めちゃめちゃ、恐ろしい歌の題名がサクだから。初めて聞いた。次。あー、はいはい、この大将って書くやつね。これ多いよね。ヒロと大と春と山と王か、王が、かける、小、空、空、大河、大気、大勢、翼、とは。すげーいっぱいある。こんなにたくさん読み方あるんですね。続いて、いつき。はい。なんか漫画とかにあるようなイメージだけど、やっぱ普通に使うようになってんですね。あー、続いて、光って書くやつね。光、光る。あ、そうね。汚い大人やで。というね、光さんもいれば、ヒカキンの本名だったり、シバターの本名だったりね。光る。こう。あ、こうか。アキラ。キラ。へぇ。デスノートが浮かんじゃうけど。って言ったらライトってまたデスノート出てきたわ。そうそうそう、キラもね、ライトもそう、同じっていうのでね、自分自身は言ってたんですよ。そのキラーっていう意味もあれば、キラーには光るがあるから、だからライトも光る。光を表す R にすればライトは正しい。L の方は、まあ、左にもなるし、ライトは R で右にもなるっていうね。ミツ、アキ、アリサ、ホタル。ああ、なるほど。マヒナ、アカリ。いや、男の子、女の子、両方にあるってことね。次、風と、カイト。うん。この風はね、確かに使われますね。いとこにいるわ、この風使ってるの、確かに。次、ソータ。あー、ソータね。うんうん。福士ソータがいるもんね。で、ソータっていう名前自身は人気です。藤井ソータもほら、いるから、漢字全然違いますけど。
青と青、みなと葵、あ、これも葵って読んだりするんだ。これも女性の名前にも使われるのかな。大きいって感じはなんか男の子によく使われる感じだったけど、今そうでもないのかな。ゆう、春、春と春か。あ、ゆうね。似てる感じで、しゅう、とう、はあ。なるほどね。それすごいね。こうき、こう。なんかウーロン茶見て。すごい感じ。かえで、ふう、あ、やっぱふうね。この感じ多いね。いつき、たつき、たつる、みき、いぶき、りつき。みなと、みな。あー、はいはい。みなとさんってなんかフジテレビのあの人見て。次、春な、ひな、はな、ひなた、ひなた、ひなの。あー、多いですね。これは、普通にあの、高校とかで授業してても、この名前の人多い。青、葵、そう、れん、げん。なんか、煉獄さん、げん。春、あたか、あたか。あたる、あつし、のん、ひな、ひなた、ほのか、ののか。あー、なんかこういう響きの人多い。やっとかが出てきた感じじゃない。なんとかかって昔めちゃくちゃ多かったよね。授業でまだ名前を呼んでた頃、何々かってめっちゃ多いなって思ったのを覚えてますけど。みなと、あ、またみなと。かなと。次もかなとなんだ。かなと、かおん、かのん、かの、その、その、かなめ、かなで。あー、多いね、この辺も確かに。次、なぎ。へぇ、なぎさ。ゆいな、ゆうな、ゆな。あ、これも、はいはいはい、いますね。名前呼んだ時に、これなんて読むの、ゆいな、ゆうなって言ったら、ゆなですって言われたことあるわ、これ。あやな、いちか、かずは。そうそうそう、まあね、こういうふうに読めないこといっぱいあるから、あの、高校の授業の時、振り仮名振っといてほしいんですけど。りつ、あやひ、あさひ、いろは、いろは。やっぱ太陽のよう多いね。かなと、ゆうと、はると、ゆいと、このか、ここ、ここか、こころ、ののか、ほのか、あかが、また出てきた。ひまり、ひより、はるき、あ、男の子もいるんだ。ひまわり、ひなた。うん、ひなた多いね。やっぱこれ、もう人気の二つの感じだね。あきら、おう、ひろし、ひろ、まなか、みお。中央の王で。はぁ、あ。ゆてらね、授業チャンネルで中央って書いて、センタと呼ぶ人がいるっていう話しましたね。かなで、はるか、はな、かなえ、朝日、朝、あ、朝日ね。やっぱ太陽のよう多いね。あつむって読むの、これ。5じゃないんだ。ゆう、まさる、あゆむ、すぐれ、すぐれ、すごい。浜口まさるじゃん、これ。歌、歌、詩と書いて、いろは、あや、50、かず、はじめ、ああ、1個だけってことね。河川で2に見えちゃったよ。はあ、という感じで、非常にいろんな名前がいるってことがよくわかりましたね。いや、読めん。はい、皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.